タコツボタコツボは、タコを捕獲する目的で漁師が使うツボで、赤詩がその発祥の地と言われる。材質は素焼きの陶器が主流であったが、近年はプラスチック製なども見られる。赤詩二味横とタコツボイ,イダコ、小ダコ漁に使われる二枚以外の仕掛けタコツボのいろいろ、木製のタコツボタコツボは主に横にして、使うため、多くは銅に平らな部分がありかまぼこ型になっている。 これは、潮の流れなどの影響を受けないようにするためである。古くは、首の部分のくびれた単純な素焼きの壺が用いられたが、現代では普通は、素焼きの円筒状の壺の側面にモルタルなどで加工することによって、かまぼこ型にし、同時に重量を持たせている。タコは、体を保護する硬い殻などを持っておらず、身を守るため普通、海底の沈み磯の中に潜み、 潮が緩くなる時間帯を見破からい岩場から出てきては砂地などで石垣や小魚、貝などを短時間で捕獲するが潮が変わると慌てて住みかに戻ろうとする隠れる場所の少ない砂地はタコにとって危険地帯であり時にマダイなどの餌になることも多くそこに絶好の隠れ場所があればタコはこれ幸いと入ってくる海底からタコ壺を引き上げる際も 壺から逃げるタコは滅多におらず、壺の中でじっとしている。これがタコ壺量の原理である。引き上げたタコ壺からタコを力ずくで引き出すことは難しいが、塩もしくは濃い塩水をかけると、タコが自らタコ壺から生え出てくるので、これを捉える。マダコもイイダコも同様の原理で捕獲できるが、小型のイイダコには2枚以外の貝殻を左右体にして、 タコツボの代わりに使うこともある。イーダコは、岩礁ではなく砂泥質の海底で、左右の殻の揃った2枚以外の貝殻に入り込み、腕の吸盤で閉じて、住処にしたり、そこで散乱したりする習性があるためである。タコツボ漁は非効率であるため現在はほとんど行われておらず、タコツボ発祥の地といわれる赤石でもタコツボ専門の漁師はたった二人と言われる。 通常の漁法である網漁では、タコの体が傷つき痛みやすいため、タコ壺で捕獲されたタコは、幻のタコと珍徴され、地元の料亭、割烹などに人気があり、市場には出回らないと言われる。日本列島では、縄文時代晩期に、大型貝塚を形成し、黒大鈴木を中心とした漁郎を行う、縄文型内湾漁郎が衰退する。弥生時代には、 新たなタイプの内湾漁漁として大陸からトライした環状土水を用いた網漁や、イーダコを対象としたタコツボ漁が行われる。兵庫県の赤市がその発祥の地と言われ、周辺の遺跡からもタコツボが発見されている。その後、タコツボ漁法は、同心炎上に広がりを見せ、古墳時代後期以降になると、瀬戸内海一円に広がり、九州北部にも参見されるようになる。なお、 北海道などでは四角いタコ箱が使われる。タコズボや、儚き夢を、夏の月読み人は、松尾芭蕉。夏の月が、高校と夜の海面を照らす、海の底で、タコズボのタコは、囚われの実とも知らず、なんとは叶い夢を貪っていることだろうという意味に、返されている。また、儚き夢、には、平家一門にまつわる哀れを重ね合わせているという、解釈もある。 原文三年江戸生まれの廃人、松岡青らが、明和五年、馬蕉七十五回帰にあたって、赤市一丸月賞寺境内に、タコズボ塚を混流している。ありがとうございます。